西山歌手者は、三放送アカデミー所属のフリーアナウンサー、元静岡第一テレビアナウンサー、大阪府水田市出身、血液型 B 型。父親は、大木小玉、響きの大木小玉、母親は、海原沙織、さおり、しおりの海原沙織。さおり、妹は、テレビ新広島のアナウンサー西山ほのか、聖母飛翔天学院小学校、中学校、高等学校、 実名館大学卒業。2011年に静岡第一テレビへ入社。同期のアナウンサーは小野沢玲奈。入社当時からスポーツ担当を希望していたが、2012年、ナス陽子の退社に伴い、キックオフの MC に就任。2012年6月4日放送の静岡丸ごとワイドで、父親が大木小玉であることを公表。直後に小玉から、 ビデオメッセージが流れた。2013年9月30日の日本テレビ系、情報ライブミヤネ屋にて、同番組アシスタントである、川田博美アナウンサーが夏休みを取得したため、その代役として、ミヤネ二とコンビを組んだ。9月27日に放送された、紹介 VTR では、父親が大御所漫才師であるということだけが紹介されたが、 出演当日はその父親が子玉であると伝え、同時に母親が沙織であることも紹介された。その後もたびたび全国ネットの番組で親子共演を果たす。2014年には子玉と共に同局の開局35周年キャンペーンキャラクターに就任した。2015年春、静岡第一テレビを退社しフリーに転校。その後、 静岡放送のお天気キャスターである、ひ崎実と結婚。佐藤浦千家教案初級、公室検定2級等の資格を所持している。シンガーソングライターの加藤ミリアとは、同じ青年月日に当たる。ジョシアナシュープレニュース静岡第一、テレビフェイスブックウォールの写真。ありがとうございます。